常識とか古い慣習にとらわれない新しいライフスタイルを建築を通して提案しています。自然ってすごく身近にあって、私たちはその恩恵を日々こう受けてると思うんですけど、どうしても街の中に暮らしてるとそういうことを忘れがちだなと思っていて、私たちが作る建築を通してこう自然を感じられたりとか、自然のダイナミズムを感じられたりとか、そういうことができるとすごくいいなというふうに思っています。ダンスオブライトは地下鉄の駅のリノベーションなんですけれども、まあ、自然を感じることなんてほとんどないと思うんですけれども、その白いメッシュのドームを入れ込むことでそこに光が映って、都市にいながら自然のダイナミズムを感じてくれるような空間が作れたらなと思って設計していました。私は建築を設計するときにその場だからできることっていうのをすごく大事にしています。中津川ってヒノキの産地なんですけれども、お宿オン中津川はいろんなヒノキの使い方をインテリアでしています。で、例えばヒノキのうずくりのフローリングで床を仕上げたりとか、今までこう皆さんが体験したことないようなヒノキの魅力を体験してもらえるようなものを作っています。家具とか雑貨をデザインするときに日常をスイッチしたりとか、何かこうブレイクするきっかけになったり、そういうきっかけが作れるようなものがデザインできたらなっていつも思っています。この椅子は1枚の板をこう曲げるだけっていう、すごくシンプルに作っているんですけれども、こんな複雑な形ができるんだ、人が座れるんだっていう驚きを感じてもらえたらいいなって思っています。日本の地方では人口減少や既存産業の衰退といった問題があります。私の仕事の一つにお宿オン中津川やミートツリー中津川のように建築を通して地域の魅力を発信し、人を呼び込んで街を活性化するという取り組みがあります。私が建築と家具をトータルに設計するときに大事にしていること、使用が始まっていろんなものが入ってきてもそれをこう受け入れられるような、最初からノイズを持った場を作っておくことを大事にしています。